元キスマイフトに北山博光、SNS での匂わせ投稿が波紋を広げる、飛べ、遺跡後の今、彼は後悔しているのか日本のエンターテインメント業界で新たな波紋を広げている元、キスマイフトにの北山博光。今年の8月31日、北山は旧ジャニーズ事務所、スマイルアップから離れ、 滝沢秀明氏が設立した新たな事務所、戸辺に移籍しました。この移籍をめぐって北山は最近 SNS 上で一連の投稿を行い、その内容がファンや一般の人々から波紋を広げています。北山の SNS 投稿の中で特に注目を集めたのは元仲間であるジャニーズ WEST の解明に関連するものでした。北山は10月18日や 自身の公式ツイッター QX に、まあお礼はノースですけどね頑張れという投稿を行いました。この投稿は、コジャニー北川氏の性加害問題に伴い、ジャニーズ事務所が社名をウェストからノースに変更したことに触発されたものと考えられています。この変更により、ウェストは英語で西、を意味し、 北はノースになり、北山はユーマーを交えてエールを送ったつもりだったと思われます。しかし、この動向に対して多くのジャニーズファンから批判の声が上がりました。一部のファンは北山が飛べに移籍したのにもかかわらず、元の事務所に未練を持っているのではないかと感じ、彼の行動に不快感を示しました。さらに、 北山は SNS 上で、キスマイフと2に関連する投稿を続けているという報道もあります。10月6日には、東京は秋晴れだ雨は降りそうに似ないね優しいやアメージメという投稿を行い、これはキスマイフと2の楽曲、雨に関連する歌詞を含んでいます。ファンは北山の投稿を見て、この楽曲を思い出した可能性が高いでしょう。 また、北山はインスタグラムで、パーカーのフードで顔を覆った写真を載せ、コメントで、やってみたかったやつ包まれるやつパーカー好き、と投稿しました。同じような写真をキスマイフと2のメンバー、玉森優太も11日に自身のインスタグラムのストーリーズで投稿しており、ファンからは北山が真似をしたとの指摘が上がっています。 このような SNS 上での行動に対して一部のファンからは批判的な声が寄せられています。北山の行動は彼が脱退した事務所や仲間に未練を持っているのではないか、あるいは現在の状況に焦っているのではないかといった疑念を生んでいます。北山は戸部に移籍してから表だった活動がなく SNS 上での投稿が彼の唯一の情報源となっています。 彼は一部のファンから SNS 芸人と評されている状況です。一方で他のジャニーズから飛べに移籍したメンバーはすでに楽曲を配信リリースしたり新しいプロジェクトに参加したりしており北山の現状は注目されています。最近北山は自身のインスタグラムで少し踊るらしいんだけどと報告しダンスに関連する仕事があることを示唆しています。 しかし、彼のファン向けに公開できる仕事の情報は限られており、ファンクラブサイトも新しいコンテンツがなかなか更新されていないようです。SNS の投稿を通じて、北山は多くのファンからの信頼を失いつつあります。彼がソロデビューを果たす可能性は高いでしょうが、失った信頼を取り戻すのは容易なことではないでしょう。 北山博光は、ジャニーズ事務所から飛べに移籍した後、SNS 上での投稿が話題となり、一部のファンからは批判されています。彼の SNS 上での投稿は、元仲間や過去の楽曲との関連性を示唆するものが多く、これがファンからの不快感を引き起こしています。北山の移籍後、他のジャニーズメンバーは、すでに新しいプロジェクトに取り組んでおり、 活動を続けていますが、北山自身は表だった活動がなく、SNS を通じてファンと交流している状況です。今後、北山がどのような活動を展開し、信頼を取り戻せるかにファンの注目が集まっています。彼の今後の動向には、さらなる注目が集まることになりそうです。北山博光の SNS 投稿が、 彼自身のイメージに影響を与えていることは否定できません。特に元のグループや仲間に関連する投稿がファンの間で賛否両論を巻き起こしています。彼の投稿は彼が現在の状況に対して複雑な感情を抱いている可能性を示唆しています。それに加えて他の元ジャニーズメンバーが積極的に活動していることとの対比が ファンの間でさらなる不安を引き起こしています。北山が SNS 上での投稿を通じて信頼を取り戻すためには彼自身の行動や今後の活動が鍵となります。彼は自身の才能と熱意を示すことでファンや関係者の信頼を取り戻すことができるでしょう。 また、過去の関係や出来事に対して適切な形で向き合い、前に進む姿勢を示すことが重要です。彼はジャニーズ事務所を離れ、新たなスタートを切ったのですから、今後は自身の芸術性やパフォーマンスを最優先に考え、ファンとの信頼関係を築いていくことが求められます。 時には自身の過去の経験を尊重しながらも新しい道を切り開く覚悟が必要です。それによって彼は再びファンの心をつかみ新たな成功を収めることができるでしょう。北山博光にはまだ多くの可能性が秘められており今後の彼の活動には多くの期待が寄せられています。ファンや関係者は 彼が自身の道を歩み始め、新たなステージで輝きを放つことを願っています。北山博光の今後の活躍に目が離せません。彼の新たな挑戦に対する期待と、再びファンの信頼を取り戻す姿に対する期待が高まっています。彼の今後の動向には、多くの人々の注目が集まり続けることでしょう。 これからの北山博光の挑戦と成長に期待が高まる中、彼が自身の未来を切り開く姿を見守っていきたいと思います。北山博光の SNS 投稿が彼のファンや関係者の間で波紋を広げています。彼の投稿は元のグループや仲間との関連性を示唆し、彼の遺跡後の心境について多くの議論を読んでいます。 彼が SNS 上での行動を通じて、ファンの信頼を取り戻すためには、自身の芸術性や熱意を示し、過去の出来事に対して適切な形で向き合うことが不可欠です。ファンや関係者は、彼の新たな挑戦と成長に期待を寄せており、彼が自身の道を歩み始め、再び輝きを放つ姿を見ることを望んでいます。